あ、地球車、端末、手作り端末を、なんで1マスずれちゃうかな？の、食料で、動物解放ポイント。で、ハッチ君はですね、食べられる食料いっぱいあるタイプなので、格納庫と給餌器をセットで置きます。で、給餌器は一種類で全然構わないんですけど、構わないんです。が、自動掃除機で、こう、な？やりたいじゃろ？なので、この位置とこの位置に置きたいかな。だから、ここと、ここを解体かな？そうだったっけ？まあ、これに似たような作りをやります。3マス大きいかな？部屋の大きさは、これ99タイルだから、あと3マス何かで埋めた方がいい。というか、埋めないと厩舎として判定されないですね。なので、これで3マス埋めれば終わりです。待機ありがある。リアム？もう一回。ああ、よかった。はい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 。で、次のフライトになぜか行けない理由はわかる。これ。水を注いでいない。シグナルスイッチで。はい。ああ、こっちの方はなんかだいぶしっかりしてますな。ほら、オーバーヒート全然怖くない感じになっちゃってる。でも、ここのはしごはもう280度ぐらいある。うんうん。ああ、いい感じ、いい感じ。ちなみに、ここの固形燃料スラスターの必要な素材は、鉄とオキシライトがそれぞれ 400kg ずつです。ということはだよ。ここ、400kg でよかったわけだ。はい。自動化はちゃんとうまくいってますかね？うんうん。ちゃんと自動化うまくいってますね。で、入ったから、相手的には、ああ、これとこれ繋がってるから、一緒にガントリいじっちゃうとダメですね。これで満タンになるはず。もうちょっとかな。そろそろ満タンになるかな。うん。こうやって、ループの中で、こうやって蒸気をまず送って、満杯になったら溢れて、こちらに運ばれます。やっぱり、蒸気は冷えていくんですが、で、冷えた分を、こちらでもう一回再加熱して送るということにして、まあ、蒸気の水に冷える凝結を防げる。そんな感じです。ああ、もう真っ赤っすね。隕石終わったよ。これもう一時停止しなくていいですね。警告としては鳴らすんだけど、終わったらもうこっちが勝手に開きます。で、満タンになったからロケット発射いきますね。で、ちょうど隕石も終わったので、もう一回開けて、完全に開き切ったら、次の惑星にミッションを開始。かっこいい。5サイクルか。長いっすね。やっぱり。そう考えると、なんか短期で終わらせたかったら、調査船も2台体制にするとかですね。ああ、やっとハッチの旧車が移設できるよ。オキシライト、やっぱり作り出すと話が早くなりますね。これは間違いないです。で、装飾値が微妙に低いんだよな。から、僕、この 11×9 旧車だと、結構、ここでなんかこだわるの好きなんですよね。肖像画が特にお気に入りなんだが。ふむふむ。ここに置いてもいいなぁ。こうしていいとこ。でだな。こうなってこうなって。コンベアローダーを、あっちくんは2種類。石炭と卵ですね。あと、お肉か。だからまあ、無難なのはコンベアローダー2種類置いて、片方は石炭を運ぶ。片方は、卵やお肉を運ぶ。そうやって作っておくと、ベルトラインはちゃんとそれぞれ適した形にできますね。はい、厩舎2つ目。政治ハッチの厩舎にしようかなって思ってます。トイレに行きたかったリンク。そうだよね。トイレには行きたいよね。ああ、もうハッツさんがしっかりやっておられる。毒毛は大丈夫か？毒毛もトイレに行こうとしてるぞ。大丈夫かな？
頑張れ頑張れ。漏らしそうでもちゃんと挨拶は欠かさないんだな、偉い子だ。うん、新しく製造は可能です。これはハロルドかな？うん。みんなのメンタルケア、産業医ハロルドくん。ゴッドハンド。ゴッドハンドってなると、やっぱりゴッドハンドテルにしたいかな。はい。スキルポイント獲得。これは、ああ、でもあれだな。うんうん。運搬改善かな。で、ハロルドも、こっちだよ。でだよ。これ。デフォルトはこうなんだが、レンはもう大丈夫。毒元。ハロルド、君たち二人は、ここで、人力発電機をこぎ続けるっていう大事なミッションをこなしてくれ。あと解体もお願い。はい。で、ハロルドさんは、まず一旦ここに来ような。あとは、スケジュールだよ。忘れていた。あ、でもブリンクにちゃんと入ってんだな。4人分ぐらいは。そうさ、新しくちゃんと、スケジュール立てないとな。ふむふむふむ。これどうしようかな。スケジュールの分割的にはもう余ってるやつないんですよね。どっちかっていうと、こう、それぞれの今のスケジュールに、必要な人員を割り当てし直しっていう方に近いです。例えば、レンを、レンレンレン、レンどこじゃ？いた。だから建築コンサルタントっていう名前が長いんだって。あとでなんかちょっと考えよう。フランキー。はい。うんうん。で、これ一旦これ消そう。スケジュールは削除。ん？これで割り当て直しかな？はいはい。ん？接種か？なぜ？あー、はいはいはい。エクソスーツが一着分ねえな。ん？待って。うんうん。止めてるわけではない。止めてるわけではない。が、イアムはここでやることがないだろうなって顔しているぞ。さて、ハロルド。収穫に向かわなくていいんだぞ、ハロルド。はい。お前ができることは、他にもあるはずなんだがな。あ、そうか。そうか、そうか。SCPS がめちゃくちゃ機能してるから、役職、ありですね。こっちに、あの回路を組まなきゃいけないんだよね。ドアポンプの回路を組まなあかんから。こうして、あ、やっぱ足届かねえってなるな。ここでいっか。まあ、ドアポンプにもいろいろ回路組み方ありますよ、ということで。で、スタート。よしよし。気圧センサーで叩いて、フィルターバッファーだな。フィルターバッファーで、はい。じゃけど?なんか、もっと綺麗にしたいな。そういうのを悩んじゃダメなんだぞ。悩むとな、配信時間が伸びるんだよ。回路的に分かりやすい見た目にしたいですね。これが分かりやすいのかって言われたら怪しいんだけど。うん。こうね。まず、ここまで作ってもらって、普通の火星岩で、こうして、こんなに広く取る必要なかったですね。研究終わったのかな？分析完了してますね。で、これも吸気ポンプ1個で十分ですね。2個もいらないです。かつ、マックスで60度なんで、金アマルガムの吸気ポンプで十分です。まあ、1は、ここでいいかな。ってことは、ここ、意外とちっちゃくできたな。まあ、まあ、いいや。ここを蓋したいから、とりあえず、こうやって埋めていきます。一旦。で、電気と配線が必要ですね。セラミックはいらないです。どっちかっていうと火星岩のもので十分。塩素は熱伝導率が低いものではあるんですが、塩素ガス噴出口は60度の塩素を出すので、断熱型の気体用パイプを使った方が無難です。うん。ここ今、急斜外設置になってますが、ここが空いてるからですね。でね、今気になってんのが、ハッチを移動させてない件。ハッチを移動させてほしいんじゃが、なんでじゃ作業は？旧車ステータス OK になっちゃってるな。一旦捕まえた方がいいのか？これ終わったら地獄の研修室作ろうかしら？エイブ君を入れて今24人だから、あと11人か。あとこの二つを埋めてほしいかな。ん？ 8 の個体数0ですか？やってなかった実は。あー、なるほど。それだ。それだと思ったけど、
もうやってる。もう全部移動されてる。すごい。あ、ちなみにこれもやっとこう。これね。本当は石炭が十分だったらお世話するのを止める。あるいは、ハッチの餌にしようとしている餌が本当に在庫がないみたいな時は止める。その2種類ですね。で、これなんか鉛微妙に掃除してほしい。うんうん。よしよし。で、綺麗に埋まった。埋まった。閉じ込めても大丈夫なように電線を生やしてる。自動化はこれは9、12の3、6、9、12とやって、動きがちゃんと設計通りになっているかを確認。うん、なってますね。なってたら、機械式エアロックを、順番に。で、そうですね。DLC も近いですね。ナーフされたら怖いんで、電線だけ、いつでも通電して、ナーフされた時にも復旧できるようにやっときます。そろそろ4時間経つのかな？順番に、機械式エアロックを、立てていきます。ここを封鎖するのはそれが終わってから。でもなんかこれ不思議なことに、なんか2枚ぐらいでも圧縮可能なんですよね。あれ？ほら、気圧上がってますよね。で、こっち気圧減ってるんですよ。実は機械式エアロックを使ったドアポンプ、2枚で十分だった。もしかしたら2枚で十分だったのかもしれない。まあ、ちょっと次、そうだな。ミニベースやるときにちょっとやってみようかな。さて、できたんで、ここは、一個ずつ塞いだ方がいいです。中に入ってから建築されるのを防げるんで。材料運ぶだけはやめてほしいな。で、本当はここ、聖地ハッチの旧車の予定なんですけど、聖地ハッチを育てるための夏地がな、ほとんどねえんだわ。で、今、ちゃんとお世話しているのはゴツゴツハッチなので、こちらを移設して、上に、ハッチ旧車の、ゴツゴツハッチ用の旧車と、石炭発電所の2つを作って、それでなんとかしましょう。でもですね、しばらく実はハッチお世話しなくていいんですね。なんでっていうと、石炭が880トンもあるから。はい、できた。ちゅうわけで、これと同じノリのものを、こちらにもやります。で、そうだな。理想を言うと、ゴツゴツハッチ旧車は、火星岩を餌にするっていうことを考えると、結構高温になりそうな気がする。理由は、マグマ、冷えたマグマから、まあ、もちろん火星岩を冷やしていく、つもりではあるんだけれど、つもりではあるんですけど、ね？押しとこ。機械式エアロックのこのエアロック工法早くて本当いいですね。とりあえず塩素ガス噴出口攻略1個目終わりましたね。ここは穴開けたままでいっか。うん。石炭発電所は二酸化炭素を出すのですが、別に気圧上限があるわけじゃないから、無理に処理しようとしなくていいですね。なので、周りに撒き散らさなきゃいいやっていうノリに作った方がいいです。野生の動物も一匹ずつ隔離したくなってきた。温度的には大丈夫ですね。今のところ。こっちがやや暖かいぐらい。
この配信終わった後に食べる晩ご飯のことを考えてます。何食べようかな。昨日なんか食欲がなかったわけじゃないんですけど、なんか炭水化物取りたくなくて、なんかたくさん漬物を買って漬物だけ食べて過ごしました。なんかフリーズしてない？これフリーズしてるな。これは厳しいんじゃないか。